皆さんこんにちは。痛みの専門家、富永ペインクリニック院長、富永紀代です。今日は中高年の性愛、3つの極意についてお話しします。このチャンネルがいいなと思ったら、いいね、コメント、シェア、どうぞよろしくお願いします。励みになります。一番最初にね、お伝えしたい、いきたいのは、私たちって、なかなか親の世代から日本人として、なかなかね、更年期世代であったり、中高年の性とか、私たちの心と体がどのように変わっていくかっていうことをしっかり学んできませんでした。ですからいきなり更年期が来た時にデリケートゾーンが乾燥してしまったりとか、濡れにくくなって性交痛が起こる、前のような性欲が起こらない、こういうことにすごく一気にこう押し寄せてくるのね。でもまずは知識を得て、自分たちの心と体の準備を得て、自分たちらしい、私たちらしい、自分らしいね、生と人生を歩むヒントになればと思って発信しています。一番最初にまずね、日本人が私たちの親の世代から随分と変わりました。何が変わったかっていうと、やっぱり寿命ですよ ね。戦前だと60歳、そう、波平さんなんか私より年下だっていうね、もう泣いちゃいそう人生50年って本当だったんだから、戦前ね。でもこの70年ぐらいで一気に私たちの平均寿命は変わりました。日本人、女の人だと2人に1人が90歳に到達する、こんな時代が来てるんですよね。だからかつての私たちの親の世代でいう人生の折り返しっていう時点っていうのは、実際30歳前後だったのだけれども、でも私たちはもう違う、人生90年生きるという設計のもとに生きている。そうすると人生の中間地点は45歳、そう、更年期世代っていうのが人生の折り返しなんですね。でもだからといって諦めていたのでは、私たちの人生 ね、更年期以降、今までは良かったの、年だから仕方ないねって言って、ね、でもね、これからの私たちの世代はこうよ、年だから仕方がないって言ってしまったらよ、私たちの人生半分を捨ててしまうということになってしまう。だから捨てられない、私たちの人生は更年期以降どのように自分たちのケアで変わっていくか、これにかかっているのよ。そうじゃなかったら、もうそのまま年だからって言ってたらよかったのよ、戦前の人はそこで亡くなるから。だけれども人生60年じゃなくて90年生きようとしたら、実際セルフケア、どのようにして私たちの心と体をメンテナンスしていくかっていうことによって、私たちの人生が価値が変わってくる。だから一層セルフケアの重要性っていうのが高まってるわけね。新しい概念として GSM っていうものの概念が非常に大きく、もう中高年の女性が増えてきたところでね、大きくなってきています。これは3つの大きな症状ね、性器、性交痛、下部の尿路、これらの障害が出てくる、まあ機能低下、これらが主に合わさって GSM という概念が出てきたのね。だけど誰も本当に切っては切り離せないよ。だって性器だと、かゆみとか匂い、灼熱感、乾燥、緩み、なかなか人には言えないけれども衰えを感じてしまうところよね。で、性交痛、これは濡れないとか挿入時の痛みだったり、実際感じにくくなるとかね、性欲が低下する、これらもそう。そして下部の尿路としては、頻尿、排尿障害、尿失禁、尿意切迫、おしっこがこらえられなくなってきたりとかするわけ。だから私たちの若さとか元気さっていうのは顔だけでできてるんじゃない、体だけでもない、そして心も豊かでなければいけないとしたら、デリケートゾーンの劣化は見逃せないっていうことになるわけね。で、それに伴って女の人の年齢とオルガスムにも当然変化ができてきます。で、これはですね、レビン博士らの1998年の報告、閉経の終わられたら大体2人に1人の女の人には起こってくるよって言われている変化です。まあ程度の差もあるんですけれどもね、女性ホルモンエストロゲンが減ってくるために膣液の分泌に時間がかかるようになります。同じ性的刺激を受けてもですね、やはりなかなか反応しにくくなってくる。そして性交痛の割合が増えます。性的刺激への反応、同じ刺激をしても女性の体がなかなか反応しにくくなってきます。
そしてですね、エストロゲンっていうのは脳の中枢にも非常に大きな影響を与えているので、愛撫をされても性的刺激に対して集中できない、没頭できにくくなってきます。でですね、セックスのセルフプレジャーが必要だと、セックスやセルフプレジャーが必要だと思わなくなってくる。性機能低下の一つなんですけれどもね、人生に必要のないものじゃないかななんていうね、考えが増えてきてしまうんですね。6つ目、性的な想像や執着がしにくくなります。そして、オルガズムが継続しにくくなります。これはね、まあ女性ホルモンとか男性ホルモンが減ってくるんだから、まあ激減してくるんだから、こういうふうになってきてしまうということなのね。それでこの、まあ中高年を挟んで、いきなり性生活がピリオドを打ってセックスレスになる。この引き金の奥には、彼女がいきなり変わってしまったというよりは、卵巣の機能低下によるホルモンのバランスの変化ってすごく大きいのね。あんなに変わってしまうとね、さすがにね、自分自身でもなかなかその変化についていけなくなってきちゃう。ただね、辛い話ばっかりじゃなくって、確かにオルガスムの強度なんかもね、バッハマンとレイブラムの研究によってオルガズムが継続しないし、強度も弱くなってくることも確かなんだけどさ、でも一つはですね、このレビン博士ね、レビン博士がおっしゃっている通り、60歳になってもオルガスムを感じれば膣は収縮するっていうことがしっかり確認できた。いい？全部が消えてなくなったりとか感じなくなるっていうことじゃない。しっかりとケア、メンテナンス、セルフケアがあったら、60歳でも若い頃と同じようにオルガスムを感じることはできるし、膣の収縮も保たれるということなのね。こういうふうにですね、全部を諦める必要がない。だからこうセルフケアで保てるように持っていくっていうことがすごい大事になってる。でね、今までは女の人の更年期における変化ばっかりで、ちょっとこう女の人が辛いって思う話ばっかりだったんだけれども、女の人だけが加齢に伴って変化をしているわけではありません。男性も同じように更年期を迎えて変化が起こってきます。それをですね、いろいろな研究が報告されています。男性の年齢とオルガスムについて、これですね、40代からですね、実は性欲の減退の開始っていうのは始まっていると。そして勃起力も低下する。これもですね、1998年、レビン博士です。いつぐらいから低下し始めるのだろうっていうことはね、全くなくなるとか、80% 低下するとか、そういうことではないんだけれども、開始年齢はだいたい40歳ぐらいだろうと言われています。そして40代から50代にかけて夜の勃起の頻度が低下してきます。そして持続時間も低下するっていうね、シアビーさんとシュライナーさん、エンゲルスさんらが1990年に発表されています。であとはですね、フェルドマン、ゴールドスタイン博士らがね、1994年に60代で勃起力に自信がないと答えた人がおよそ3割に上るというふうに答えているんですね。3割。でも反対に言うと、7割の人は自信があるっていうことです。ね。だから、こう、いかに持続しておくか、いきなりこう減ってしまって、勃起力がなくなるというよりはですね、もうみんながこう意識しておく、こういうふうになる年だから仕方がないとか、諦める前にいろいろすることってあるんじゃないかなっていうのがね、医学のヒントです。でね、男性にもさっきの女性と同じように、中高年になってくると性愛に関する変化が起こってきます。一つはペニスの勃起に時間がかかるようになる。そう、女の人がね、同じ性的刺激で濡れにくくなるのと同じ、男性側もね、時間がかかるようになってきます。そして勃起したとしてもなかなか硬くなりにくい。で、精液量が減少して射精の勢いが低下してくる。そして4、以前ほど射精したいなと思わなくなってくる。5、射精後の不応期、不反応期ですね、が長くなってくる。回復に時間がかかるようになってくる。まあこういうふうになってくるんですね。まあ当たり前といえば当たり前。でもね、いつまでも私たちは性を前向きに捉えて、自分らしさのこう現れっていう風に捉えて、人生の豊かなスパイスだと考えている。で、このように低下してきた時にどういう風にすればいいですかっていうと、
女性の場合に大事なことはデリケートゾーンのセルフケアね。これデリケートゾーンケアマッサージ、ね、それから骨盤底筋を鍛える骨盤底筋運動で、男の人の場合は射精回数が健康に直結するっていう話だね。前立腺がんの発症を抑制して乳がんなどの進行を抑える話だったよね。だからそれと同じでしっかりとメンテナンスっていう形は射精機能を保っておくっていうことなの。でね、もうパートナーがいる方々の場合に落ちてきたな、年だなと思った時に、一つはね、医学的にはテストステロンの力を借りようっていうのがあるの。どういうことかというと、勃起力の維持であったり勢いであったり、この性欲であったり、これらを支配するホルモン、メインってなるのはテストステロンというホルモンです。このね、テストステロンには日内変動があります。時間によって分泌される、多く分泌される時間とだんだん減ってくる、同じ人の中でも日内変動を起こすホルモンです。ですからテストステロンの量が一番多い朝セックスの勧めっていうのが中高年になってくると大事になってきます。これがですね、レヴィ博士の2002年の報告になってきます。なんでかっていうとね、もう女性も男性もそうなんだけど、使わなければダメになる。そう、性機能っていうのはもう更年期のところで落ちてくるのは当たり前なの。それはいいの、そうなのよ。だけど個人差も大きくなってくる。だから私たちがどのようにして使わなければダメになるんだから使っていくかっていうね、それがすごく意識して使っていかないと、そのままある日いきなり誘われてとか誘ってとかっていう時では、もうなかなかね、思ったように機能が働かなくなる。だから日々のメンテナンス、意識、モチベーションがすごい大事です。そしてその中でやはり体の衰えに対するホルモンの中ではテストステロンっていうものをうまく使ってみるっていうのもいいヒントになるんではないでしょうか。でね、この番組を見てくれていらっしゃる方は、まあ、中高年の方、男性も女性も多いと思うんですけれども、女性の体が更年期によって激減する男性ホルモン、女性ホルモンによって体の機能が、性機能がですね、特に一気に低下してくるときに、パートナーに対して女性ができるケアっていうのはセルフケア、それ以外にも実はたくさんあります。それをご紹介します。更年期世代のですね、アラフォー以降ね、女の人、パートナーがいらっしゃる方に対してどのようにすればいいかっていう話の前に、まあ、濡れにくくなって乾燥しにくくなりますから、ほぼ性交痛っていうのを訴えやすくなっているっていうことがバックグラウンドにあるというふうにご認識くださいませね。ですからここで非常に重要になってくるのは、今までとは違う、前とは違う、じゃあどうすればいいの、答えの一つは時間をかけてゆっくり丁寧に興奮させていくということが必要になってきます。でね、私がこれ YouTube に上げてるんですけれども、その中でこうコメントとかいっぱいいただく中で、めんどくせえなっていうね、男性のねコメントがあったの。めんどくせえなじゃないの、それが私たちが経年でね、年を取っていって、それでも愛情を確認し合うっていうことでね、めんどくさいんじゃないの、愛を確認するために時間をかけてゆっくり丁寧にパートナーのことを思いやる、そして興奮させるっていう大切な時間なわけよね。ね、私はそうやって考えて言っていただけたら、お互い尊重し合えていい関係が築けるんじゃないかな、独りよがりな成功じゃなくなるんじゃないかなと考えています。で、あとね、潤滑剤をうまく使ってください。そして大量に。で、女の人の中では、研究の中ではね、3割ほどの女の人は潤滑剤の存在そのものをあまりよく知りません。うまく使ってください。今ならね、ドラッグストアとかで買えます。1回の使用量、適正量っていうのはさくらんぼ粒3個分って言われてるんですけれども、更年期世代、特に性交痛を覚えたり、最近濡れがなかなか量が減ってきたなと思われる方々は、3個分ではさくらんぼ3個分では足りません。ぜひですね、50cc ぐらい、性交前と性交中とどんどん継ぎ足して使うようにしてみてください。最近ではですね、ヒアルロン酸が入ったようです、入った成分であったりとか、医薬部外品のローションも出ています。うまく肌に合ったものを適正に使ってくださいね。で、あとはですね、局所のエストロゲンのクリーム、デリケートゾーンケアマッサージでぜひ使ってみてください。エストロゲンが減ってくることが彼女の
まあ、私たちのデリケートゾーンの、まあ、劣化と申しましょうか、老化の要因ですから、ぜひエストロゲンですね、エストラジオール配合されたようなものをうまく使っていただいて、マッサージしていただけるとより効果的だと考えられます。で、当院ではですね、こうやってですね、市販で手に入るものとしてドクターエストラさんのエストラジオールが入っている、これ薬事法局量いっぱい入ってますから、市販でインターネットで手に入る中では最高容量入りますから、これらを太ももとか下腹部、まあ、デリケートゾーンケアマッサージしていただけることによって、日々皮膚から経費的に入れると、そういうふうにしていただけるとありがたいですね。また次にリング、このリングなんですけれども、こちらもですね、市販で手に入るようになっています。このリングっていうのはこう衝撃ですね、男性側の体が大きくって女性側の体がちっちゃい時に性交痛を感じられる方に、この陰茎、ペニスの長さが合わずに奥が入りすぎて痛いという方がですね、ペニスの根元につけるシリコンのリングなんかもあります。で、あとは体位の工夫、まあ、これらもですね、非常に個人差があるんですけれども、体位の工夫などについてはまた後日追ってご説明するようにしていきましょう。はい、今日のまとめになってきます。中高年の成功の極意、これはですね、ウィップル博士2005年です、ね、一つはもうこれもう絶対条件でしょうね、前戯の時間を伸ばしてください。男性も女性も、ね、そのオルガズムに達するまでの時間がかかるようになってくることは、それは自然な流れです。ですから、お互いの体を慈しみ、心をリラックスさせるように前戯の時間を十分伸ばしてくださいね。あとはですね、中高年の成功の極意としてウィップル博士も推奨されてるんですけれども、アウタースーツセックスをですね、非常に有効活用していただけると性の満足度が上がってきます。アウターセックスっていうのはですね、膣への挿入のない性的な刺激のことを言います。具体的には愛撫、抱擁、キス、例えば女性の頭の中でですね、アイドルとエアー恋愛をする、そう、好きな人のことを考えるとかね、こういうのも妄想であったり、こういうことも非常に重要です。で、あとセルフプレジャーをうまく活用して性機能を落とさないようにしておいていただけると、デリケートゾーンの若さを保つことに寄与できます。3つ目はですね、何はなくとも中高年、重要なのは健康になってまいります。これはですね、まあ、お互い様といえばお互い様なんですけれども、パートナーが病気になる、糖尿病とか高血圧ですね、高コレステロール血症、がんなどね、このようにパートナーが病気になるリスクっていうのがどうしても中高年の場合は起こってまいります。それを防ぐためにも適度な運動、そして適度な運動はですね、セルフイメージを上げることに貢献します。セルフイメージが上がればですね、積極性が保たれるようになります。で、禁煙、これも重要ですね。特にですね、男性側の方なんですけれども、海綿体に至る細い血管ですね、これらは非常に動脈硬化によって機能を損傷されやすいです。禁煙していただくことによって、勃起能力の維持に貢献できます。バランスよく脂質を抑えた食事、動脈硬化を抑えて糖尿病などのリスクを避けるようにしましょう。でですね、過度のアルコール、肝障害ができたり、薬物ですね、これらも影響を与えてきます。こういうふうにですね、性愛を上げるっていうことは、たくさんできることって実はあるんですね。はい、スクーラさんとウィップル博士、1995年、いくつになってもセックスは楽しめる。ね、一番ね、問題になっているって考えられているのは、ウッズ博士らが1984年に報告したこのことでしょうね。年を取って知ることによって、こういう思い込みによって私たちは私たちの体と心を追い込んでるんじゃないかという報告です。年を取ることによってセックスはもう楽しめないと思い込んでしまうこと、そう、老人は中高年になると性になども関心がないはずだと自分に呪縛をかけてしまう。高齢者への烙印、虚像、マイナスの社会的イメージを自分自身で煽ってしまう。中高年自身がそしてそれらを受け入れてしまっている。これらが性機能をうまく果たせない、さらに悪化させる要因なのではないかと考えられていますね。でもね、これね、ブリック博士と
ね、ルクイッソ先生の2003年であるように、性的関心っていうのは肯定的で人生を前向きに捉える力である。そう、もう年だからなんて言ってたら、もう今の時代だと人生の半分を諦めることになってしまう。また私たちの思い込みってすごく人生に影響するでしょ。どういうふうに行動するかとか決断するかとか、生き方そのものの根底に思い込みっていうのって影響するでしょ。だけど性っていうものは私たち個人個人一人一人のものであり、誰のものでもないし、自分の人生にね、潤いを与えて、どうやって楽しく明るく人生を終えるかにとって、特に中高年の性っていうのは欠かせないものにある、ね、肯定的で人生を前向きに捉える力である、大賛成、ね、こういうお話です。いろいろね、人生100年時代を生きる上で知恵も大切です。医学で健康を取り戻すっていうことは私たちの人生を豊かにするスパイスです。ぜひ私と一緒にいろいろ学んでいってくださいね。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルがいいなと思ったら、いいね、コメント、シェア、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。